カール3世フィリップは、プファルツ先帝行。フィリップ・ビルヘルムと2番目の日で、ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク・ゲオルク2世の、娘エリーザベト・アマーリア・マグダレーネの4男。兄に、ヨハン・ビルヘルム、姉に神聖ローマ皇帝レオポルト1世妃、エレオノーレ・マグダレーネ、妹に、ポルトガル王ペドロ2世妃マリア・ソフィア、スペイン王カルロス2世妃マリアーナ。 パルマ公子オドワルド2世ヒドロテアゾフィーがいる。1716年に、アニヨハンビルヘルムが死死なくして死去したため、選定公くらいを継承した。1720年には宮廷をハイデルベルクからマンハイムに移した。カール3世、フィリップの死去により、ノイベルク家系のプファルツ選定公家は、男系が断絶し、外村エリーザベト・アウグステの夫で、プファルツ・ズルツバッハ家のカール4世、 フィリップ・テオドールが先帝公いを継承した。1688年10月8日にベルリンでブランデンブルク編共白ルートビヒの未亡人でポーランド・リトアニア共和国の女子相続人である公女ルドビカ・カロリナ・ラジビウと最初の結婚をした。ルドビカとの間には3人の娘と息子一人を設けたが成長したのは娘一人であった。 1701年12月15日に、クラックフで、またもポーランドリトアニア共和国の女子相続人である、公女、テレサル・ボミルスカと再婚した。間に儲けた娘二人はいずれも溶接した。1728年、フィリップ・ビルヘルム・フォントルーンとタクシス伯爵の娘、ビオランテ・テレジアと結婚したが、1701年に、帝国伯爵位に譲されたばかりである。 アウクスブルク系統のトゥルン・ウント・タクシス出身の彼女との結婚は、非戦結婚とみなされた。ビオランテは1733年に新生ローマ、皇帝カール6世から皇女の称号を認められたが、夫妻は子供を授からなかった。ありがとうございます。